100円を割り込んで取引を終えましたね。はい、そうですね。まず今日をちょっと振り返ってみますと、まあ祝日中にですね、中国に関しまして、まあ、2つ景気減速に関する話題がございました。まず1つはオーストラリアとイギリスの、まあ、資源メジャーがですね、中国の、まあ、鉄鉱石の需要が今後鈍化すると、まあ、いうような見通しを発表したことと、まあ、もう1つは中国の自動車製造業協会の役員がですね、中国の、まあ、2012年のですね、販売が自動車の販売がですね、まあ、予想を下回るんではないかと、まあ、いうようなことをコメントしたことがですね、まあ、きっかけとなりまして、欧米株式市場は、まあ、それを理由に下落したわけなんですが、まあ、日経平均に関してもですね、まずまあその、まあ、煽りを受けたというか、まあ、その影響からですね、まあ、下落っていう形でスタートしましたし、あともう一つ話題として上りましたけど、メキシコでの地震ですね、まあ、これが今日のですね、まあ、午前の3時ですねにございまして、まあ、その影響からメキシコで自動車を生産する企業、まあ、自動車ですけど、まあ、それを中心に、まあ、売られたと、まあ、こういうものも相まってですね、まあ、日経平均はまあ下落という、まあ、終日下落したままと、まあ、いうような状態にはなりましたけど、まあ、一旦はまあ当円安と、まあ、いうあたりまでまあ戻す場面もありですね、まあ、相変わらず底堅い動きは示してはおるんですけど、さすがに今おっしゃられた通り5連騰と、まあ、いうことで、まあ、昨年の8月以来と、まあ、いうような水準でございましたので、さすがに今日は利食いが入ったと、まあ、いうような展開になっております、はい、その利食いの理由となった中国の経済の鈍化懸念ですけども、これについて伊藤さん、はい、どのようにご覧になってますか。そうですね、まあ、中国に関しましては、先日の全人代、まあ、3月5日から、まあ、14日まで行われておりましたけど、まあ、こちらで温家宝首相がですね、まあ、2012年の、まあ、GDP は 7.5% と、まあ、前年の 8% から、まあ、下方修正したと、まあ、いうことと、不動産規制に関しても、まあ、緩和はしないと、まあ、いうようなものを、まあ、明言した、まあ、こともありましてですね、まあ、足元でも中国の、まあ、景気鈍化懸念というのが高まっているわけなんですけど、まあ、しかし、まあ、CPI 消費者物価で見ますとですね、3.2% 前年比ということで、まあ、前月の 4.5 からですね、まあ、かなり低下しておりますので、まあ、追加緩和の期待っていうのは今後ますます高まってくると思います。まあ、それに相まってですね、まあ、今年の秋には共産党大会5年に一度のですね、まあ、中国でございますので、まあ、これに向けて中国政府としても鈍化をまあ望んでいるってことはまあありえないと思います。まあ、そうした観点とですね、あと野村証券では まあ、今年の2012年の、まあ、GDP の成長率をですね、先日7.9% から 8.2% へ上方修正しております。まあ、理由としてはやはり追加の緩和がですね、まあ、市場を支えると、まあ、いうことを言っておりまして、まあ、こうしたことからですね、まあ、中国経済はまあ年末にかけてこう加速すると、まあ、いうような展開を見た方がいいと思いますので、まあ、今日売られました機械、まあ、特に建機メーカーだとかですね、まあ、自動車メーカーっていうのはですね、まあ、絶好の締めをつけたんではないかと、まあ、そのように思っております。はい、そうしますと今後の相場の見通しなんですけども、伊藤さんは割と強気に見てるわけですか。はい、そうですね、はい、まあ、日経平均の推移というお話をさせていただきますと、まあ、足元では3月の決算対策売りと、まあ、いうものもございますので、まあ、揉み合う展開かなと、まあ、1万円前後ぐらいでの推移が続くと思いますけど、ただ、まあ、足元円安基調が続いておりますので、まあ、今年の4月からですね、11年度の本年度決算企業を発表してきますけど、まあ、こちらの中でですね、各企業、まあ、特にハイテク自動車を中心にですね、まあ、情報修正っていうことも当然考えられますので、まあ、これを織り込みに行く形で、まあ、4月5月にかけてですね、日経平均はまあ1万500から1万1000円あたりを予想しております。はい、伊藤さん、どうもありがとうございました。